平野市用神宮寺雄太に続く、とベ米ベ、ヤやめじゃに5組の名前名前。日本のエンターテイメント業界に衝撃が走った。かつてキング・アンドプスの一員であり、ジャニーズ事務所の期待の若手だった平野市用と神宮寺雄太が、滝沢秀明氏が設立した新会社、トベに合流することを発表した。 このニュースは YouTube の生配信を通じて発表され、同時視聴100万人を超える圧倒的な注目を浴びた。とべは滝沢秀明氏がジャニーズ事務所を離れ、新たなエンターテインメントプロジェクトをスタートさせたことで話題となっており、そのメンバーに平野紫耀と神宮寺勇太が名を連ねることは、多くのファンにとって嬉しいサプライズだった。 この合流に伴い、平野耀と神宮寺ゆ太はファンクラブと SNS の解説を発表し、インスタライブも行った。これにより、彼らのファンとの直接的な交流が強化され、彼ら自身の新たなエンターテイメントプラットフォームが誕生した。 一方、ジャニーズ事務所との契約を解消したことで、平野市用と神宮寺勇太の活動スタイルにも変化が見られることが期待されている。これまでネットには消極的だった彼らが、飛べ介入後はネット重視で活動していく可能性が高いとの見方もある。女性指揮者によれば、生配信でもスクショタイムを設け、 画像の拡散を OK としていたことから伺えるように、ネットに消極的だったジャニーズとは違い飛べ介入後はネット重視で行くでしょう。SNS でファンとの直接交流を行い、音楽活動も配信がメインとなり、今後、行われるコンサートでも撮影 OK となるかもしれません、との評価がある。 平野市用と神宮寺ゆ太に続き、元ジャニーズ所属の三宅県も戸部に合流することを発表しており、今後は、やめジャニの戸部参加がさらに増えることが見込まれる。なお、三宅県は5月2日に退所し、平野市用と神宮寺ゆ太は5月22日に退所したことから、ジャニーズをやめた順に合流が発表されている。 女性指揮者は、生配信では14日に新たな仲間たちと生配信する予定と話していましたが、この流れだと、次は5月25日に退除したインパクトオーズオーダー間違いないと思います、と語っている。さらに、戸部には他にも注目すべきメンバーが加わる可能性がある。8月いっぱいでジャニーズ事務所を退除することが決まっているキスマイの北山博光や、 9月末に退場が決まっている元キング・アンド・ピスのキシユタも合流の可能性が高いとされている。また、滝沢氏がジャニーズ時代にプロデュースしたスノーマンやシクストーンズ・モッダー、この流れが及ぶかどうかも注目されている。すでに多くのファンを持つ、やめじゃに、に、トベガ自社が発掘した新たなタレントを加えれば、 戸部は芸能界で一大勢力になる可能性が十分にあるだろう。結論。戸部への平野仕と神宮寺勇太の合流は日本のエンターテインメント業界に新たな風を吹き込んだ。ジャニーズ事務所を離れた若手俳優たちが新たなエンターテインメントプロジェクトに参加し、ファンとの直接的な交流を築く姿勢を見せている。また、 今後のトベへの参加メンバーやプロジェクト展開にも期待が高まっており、芸能界におけるトベの存在感はますます大きくなることでしょう。ファンたちはこれからのトベの活動に期待と興奮を募らせていることだろう。